この辺の会話がね全く盛り上がらないですよ。で検討中ですって言うんですよ。無料体験の案内のところだけ真剣に聞くんですね。で皆さんこんにちは、教育百貨店屋と申します。今回ですね、夏期講習中に現れる、困った親御さんですねの話をしていきたいかなっていうふうに思います。どういう親御さんかっていうと、夏期講習にお金を払わないで無料体験やってる塾をですね、こうつまみ食いしていくっていうね顧客って必ずいるんですよ。例えば7月の中盤から終わりにかけて夏期講習始まると思うんですけど、まず A っていう塾に1週間無料体験に行きました。そして8月の頭に B っていう塾の1週間の無料体験に行きました。でお盆休みがあるんでお盆は塾やってません。で3週目にまた C っていう塾の無料体験を受けに行って、最後に D っていう塾の無料体験を受けに行って8月31日で終わりみたいな感じの受け方をする親御さんがいるんですね。で、ABCD の塾行ってみて本当に合うところを探したいっていう風に思ってる親御さんもいるんで、一概に全てがダメだという風に言うつもりは全くありません。ただ ABCD の塾に無料体験で全部行けば夏期講習全部無料じゃんって思ってる親もいるんですよ。そういう親に時間を割かれるのってめちゃくちゃダメージだと思うんです、塾にとって。夏期講習気に入って入塾してくれる子に時間を割きたいわけですよ。だから無料体験をたくさんつまみ食いしていっている、親の特徴ってのを今から話していきたいかなと思うんですが、3つの条件を全て満たした場合のみ疑ってください。ではまず1つ目、面談が上の空です。皆さん面談できたら科目の点数聞いたりとか、学校での状況を聞いたりとか家庭での勉強の情報を聞いたりとかあるんですけど、もうこの辺の会話がね全く盛り上がらないですよ。で無料体験の案内のところだけ真剣に聞くんですね。でさらにその先にある入塾に関してはもう完全に上の空なんですよ。っていう風に、露骨にね無料体験のところだけ聞いてる親っていうのがまずいます。これ気をつけてください。2つ目、変な時期に夏期講習の無料体験にやってくるんです。塾の無料体験って塾によって日数がバラバラじゃないですか。1週間っていうとこもあるし、5日ってとこもあるし、2週間ですよってとこもあるし、無料体験はないんだけども受講料が半額ですみたいなとこもありますよね。いろいろ形態があると思うんですよ。で今はちょっと1週間で限定話を進めたんですけど、 A っていう塾に7月の末に通ってるから次8月3日みたいな変な時期に来ちゃうんですよ。こういう生徒はちょっと警戒した方がいいかなというふうに思います。要するに他のところをいろいろ見てるから中途半端な時期に来てしまうってことなんですね。3つ目、これも面談でわかるんですけど、夏期講習がもし気に入っていただけたら入塾の方はお考えですかって聞くと、大体ちゃんと真剣に検討してる親ってのは2パターンぐらいあって、子供と主人とも相談しなければなりませんが、夏期講習が気に入れば入塾の方も考えていきたいと思いますっていう回答か、もしくはいや夏期講習だけって決めてるんで夏期講習が終わったら入塾しませんっていう回答が多いんですね。なんですけど、夏期講習がもし気に入っていただけたら入塾の方はお考えですかって聞くと、だいたいつまみ食いをしてる親ってのは検討中ですって言うんですよ。もう嘘つきたくないから検討中っていう言葉で逃げるんですね。今言った3つの条件が全て揃ってるご家庭はちょっと警戒した方がいいかなっていうふうに僕は思います。もちろん3つ揃っているからといって 100% 全員が夏期講習の無料体験をつまみ食いしているとは僕も思いませんけれども、警戒をしてどうなのかっていうのを見極めてほしいわけですね。そういうのを見抜いた上で本気で夏期講習が終わった後に9月以降も入塾するという過程に時間を割いていくっていうのが、いいのかなというふうに思います。8月に入ってですね、さらに忙しくなっているとは思うんですけれども、体調に気をつけながら頑張ってやっていってほしいかなというふうに思います。それでは参考になりました方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。